はい、おはようございますそれでは私の方からまず大きく2点発表をさせていただきますまず1点目が令和4年度12月補正予算案についてでございます12月補正予算案につきましては国の総合経済対策が先月の28日に発表されて今予算案の審議がされておりますこれに基づきまして社会基盤の整備などを前倒しして実施していくということが主な柱になっております 一つは国土強靭化、それから8月の大雨災害対応、物価高騰対策、それから少子化対策とか新型コロナウイルス、これの感染症、さらには人事委員会勧告がありましたので、それについての職員給与費の増額ということでございます。規模といたしましては332億円ということでございますので、12月補正予算としては過去最大となっております。 一般会計の予算規模は全体で5946億円となっているところでございます。主な内容でございますが、まずはこれ、今回の大雨災害とはちょっと別のです、ね、防災対策、それから国土強靭化、公共事業の前倒し、こういったことでございまして、これまでいろんな災害等あった場所などを中心にです、ね、対策を講じていくというようなところでございます。危険箇所等ですね といいうことでございますえ続きまして8月の大雨災害対応ということでございまして特に鹿蒜川のところでございますが、まあ、堤防の強化等もあの検討して一部そういうこともあると思いますけれども、えー、大きくはですね住民があの、えー、あの住んでいらっしゃるようなところを、えー、堤防で囲うあの和重堤、まあ、こういう考え方でですね、えー、進めていこうということでございまして。 え、和住亭の整備に十五億円、その他山の上の方でですね。いろいろと砂防設備の整備、まあ、こういったことも必要になります。全体では二十七億円を予定しているということでございます。続きまして、物価高等円安への対応ということでございまして。こう、あの、ここにありますように。公共交通機関ですとか、医療機関、学校など。まあ、言ってみれば、公共的なですね、役割を果たすようなところが 大変この物価高騰それから燃料費等の高騰で苦しんでいるということでこれに対する支援を行うということでございますそれから海外市場への売り込みの強化の事業ということで、まあ、農林水産物とかそれから食品こういったもののですね海外への輸出の拡大を今農水省を中心にですね進めておりますこの中で県内にもですねこういったことを進めていこうという企業さん前向きな企業さんいらっしゃいましたので ハサップとまあこういった対応なんかの施設整備こういったものに助成をしていくというものでございます。続きまして資金の関係でございますが、まあ新型コロナウイルスの感染症のばいばん緩衝資金というのがございます。この伴走資金につきまして、まあ対象をですね一部拡大したり要件を緩和することで、まあこれまで借り換え需要に加えまして。 新ししいいいい資金需要ににもも対応でできるようにしていこうというてことのでございます、えー、物価高騰にもですねウィングを広げまして、えー、売上高のところ、えー、それに加えてですね利益率、えー、売り上げだけだと、まあ、売り上げはそれほど落ちてないんだけど利益が落ちているコストが上がっておりますので、まあ、そういう意味で利益率が下がっている正解15%以上の減少としていたのを5%以上の減少に緩和する、まあ、こういったことを行わせていただいております。まあ、これはあの えー、枠としてはです、ね、十分な予算も確保されておりましたので、えー、額としては帰欠の予算の対応の中で、えー、こうしたあの仕事の、えー、進め方を変えるというものでございます。続きまして安安全安心の確保ととと少子化対策いいうことでございます、えー、今年の秋に越前漁港のところの定置網これがです、ね、急調によりまして被害を大きく受けたと。 いいいいう報道ももされててたたわけでござままます私も見に行ってまいりました大変あの大きくです、ねえー、壊れていてそこのところの網の修復等を今行っているというところでございましたのでまず来年の春に操業がです、ね、再開できるように網の復旧を急ぐ、まあ、この部分について支援をさせていただくのとそれからまた休調というようなことはです、ねまあ、時々起きるわけですが。 これについて今回は起きることが事前に分からなかったというようなこともございましたのでこういった今後はですねリアルタイムにそういったことが把握できるような部位を整備して事前情報を集めて流してそうしたら今度は網を上げるという作業もできるそうですのでそういったこともできるようにしていこうということでございます。 それから、小さなお子さんがです、ね、こうした通園バスの中で亡くなっているそういう事案がございましたこういったことを踏まえまして私立の幼稚園ですとか小中学校など送迎車両に対する簡単に警報ブザーが鳴るようなこういったようなです、ね、安全装置の設置こうした経費を支援をさせていただくこととしております。 続きまして国の方の出産・子育て応援事業を受けまして、まあ、それを県として実施をさせていただくということでございまして、えー、妊娠届を出したときと、えー、それから出産後ですね、えー、各5万円ずつ合計10万円相当を、えー、そうした子育て、えー、妊娠出産された方に、えー、お支払いをさせていただきます。 それから、新型コロナとインフルエンザの同時流行対策ということで同時流行に備えまして全体としてはですね、福井県の場合、まあ、後ほどまたご説明もさせていただきますが1日あたり最大5000人程度感染者が出てくる可能性があるということでございますが平日の関係については何とか持ちこたえられるということで医師会の協力も得られることが確認ができております。 合わせて年末年始のところが非常に手薄になる部分がありますので年末年始に治療診療を行っていただける病院等をですね広げようということの予算措置をさせていただいております。ということで1点目が補正予算案についてでございます。2点目でございますが新型コロナウイルス感染症についてでございます。これまで11月いいっぱい注意報と いうことで、えー、皆様にお願いをしておりましたが現在の感染状況を踏まえまして福井県感染拡大注意報の延長を年内行わせていただこうと、えー、年末12月28日までと年末年始はちょっと特別な警戒が必要かもしれませんので、まあ、一応その前までということで、えー、発令をさせていただきます。 えー、今日のところですけれども、新しい感染者の方は300名、亡くなられた方が1名ということでございます。えー、心よりご冥福をお祈り申し上げます。えー、その現状につきましては、先週比、えー、1週間前の1週間ですね、えー、1.3倍ということで、1.1、えー、倍ぐらいまで、えー、その加速の増える速度がですね落ちておりましたが、また1.3倍ぐらいに上がってきている、まあ、こういう状況でございます。 一方で、病床の使用率については21.3%ということでございますので、まあ、全国的に見ても一番低い方の水準というところでございます。まあ、重症病床の今、使用はないということでございまして、1週間の感染者数は5600人程度ということになっているところでございまして、まあ、そういうことで,です、ね、まあ、現状の,あの指標では警報レベルじゃない方ありますが、後ほど、この指標の見直しについてお話をさせていただきます。 まあこういうことで病,床にも病院等にも確認をいたしておりますが今医療逼迫という状況にはないということでございますので感染拡大注意報を延長させていただこうと考えております。この第7波に比べてですね、まあ、あの第8波も急に上がっておりますけれどもとはいえ少しこう緩やかな感じ、まあ、でまた最近ちょっと上がってきているということでございます。 そういういことであの、県民の皆さんにぜひお願いをしたいという点につきましては、えー、これから年末年始特にあの、えー、帰省とか成人式こうした人が集まることが増えてまいります今ワールドカップもですねあの開かれておりましてどんどん盛り上がっているところですが、まあ、そういうあのお楽しみということがあるのであれば、えー、できるだけ早くワクチンの接種をご検討いただいて、えー、行っていただきたいというふうに思っております。 また県外からですね、帰省を予定しているご家族、まあ、お友達、まあ、こういうような人成人式に集まろうと言っているような場合はですねお互いにまあ接種を済ませておくように呼びかけをしていただけたらと思っております。それから本格的な冬のシーズンになってまいりました、まあ、急に寒くなってくると言われております、えー、ぜひともですね、定期的に換気、まあ、できることでしたらば薄くでいいのでこうちゃんとあの、えー、両方あの風が通り抜けられるようにですね常時開けておく。 まあそういうことをしていただくことも必要なあ効果的かなというふうに思っております。それからお話はマスクやはり基本的にはですねもうあの会話時のマスクの着用がも非常にあの効果が高いというふうに考えております。今忘年会シーズンでもあります。それからあのワールドカップも非常にですね盛り上がっております。まこういう時はですねぜひともマスクを会話時にはマスクの着用 お話はマまああのいつも申し上げてますが周りに人がいなければですねお話はマスクの逆は、えー、人がいなければまあマスク外していいんじゃないかということでございます。あとは体調管理の徹底ということでやはりあの、えー、熱が出たり、えー、風邪のような症状が出てくる、まあ、こういうことがありますので、えー、そういう時には登校出勤を控える、えー、それからえー 無料検査を受けていただく、まあ、こういうことも行っていただければということで、無料検査も延長をさせていただきます。それで今回のです、ね、新型コロナとインフルエンザの同時流行に対する福井県の対応についてご説明をさせていただきます。今です、ね、国の方でインフルエンザとそれからコロナの同時流行ということを危惧されているところでございます。大きく言いますと、国全体では、 新型コロナ第8波、45万人1日あたりですね、それからインフルエンザが流行で多い時に合わせて30万人ということで、全体で75万人の同時発生が考えられるというふうに言われております。75万人の規模といいますのが、第7波の最大多かった日が、全国で26万人でございましたので、おおむね3倍、そのぐらいの感染者が出るんじゃないかということでございます。 えっと福井県でも1853人が今まで一番最高でしたので、えー、そういう意味であの国の計算式に当てはめますと、えー、福井県で、えー、多い時で大体た一日5000人のコロナインフル患者が出てくるというふうに予想されています、えー。内訳で言えばコロナが2700人、インフルが2300人ということになるわけでございます。えー、この数につきまして、えー、医師会とですね十分に協議を行ってまいりまして。 これについては平日あたりは十分十分というかまあそういうようなことが確認ができております。そういうことで福井県におきましては大きく言うと国はですね重症化リスクの多い方については病院に行ってくださいという話ですがそうでない重症化リスクの低い67割の方々は検査キットを自分で買って調べて陰性だけど風邪 みたいなのよねっていう時に病院に行ってください、まあ、これはあのは国のご推奨バージョンだというふうに思っておりますが区域県につきましては今申し上げたとおりコロナインフル、まあ、それ以外の風邪こういったものを含めてですねなんか発熱などのまあ体調不良があるという時にはですねもうお医者さんに行っていただくまたは総合相談センターにご連絡をいただく、まあ、こういうことで基本的にはまず医療を受けていただく。 そうすることでコロナなのかインフルなのかそれ以外なのかを確定しても治療を始めていくやはり早期治療がですね一番の重症化しない近道ということでございますのでこういった方式を進めさせていただこうということでございます。たただでですすねねやはり本当にににインンフルエンザとコロナがが一気に広がってきた時にです、ね うういい、とにには、もししかすると検検査査キットで事前に自己検査をしてください、まあ、国と同じような言い方を申し上げることもあるかもしれません。まあ、そのためにで世相、ね、そうならないためにも、お話やマスクのところは十分にですね、ごあの皆様もやって進めていただければと思っているところでございます。あとはあの鎮痛剤とか食料品、あの事前に準備をしておいていただくと安心かというふうに思っております。 続きましてワクチン接種の推進ということでございまして土曜日の接種回数の拡大をさせていただきます。まあ、今度の土曜日からですけれどもすでに11月12日からですね県の接種会場におきましては予約なしで接種が受けられるようになっておりましてこれ大変好評でございます。まあ、そういったこととををを受けまして土曜日の接種回数をですねアストア600を800にすね青にるとか またはプラザ番掌については100名を150名にするこういうことも行わせていただきます合わせまして今回受験生枠といいうのをを設定をさせていただきます高校3年生とか中学3年生まあ浪人の方もいらっしゃると思いますいろんな形の方の受験生、まあ、こういった方が安心して受験本番を迎えられるようにということで優先枠を青澤会場プラザ番掌会場において設けさせていただきます。 いずれも予約をしておいていただいた方が混んでた時にですね、まあ、順番はちゃんとはあの早く回ってくるということですので、まあ、予約をしていただく分には、えー、その方がまあスムーズだというふうに思っておりますそれから福割の発行によりましてこの接種の促進も図りたいと思っております、まあ、以前も発行させていただきましたが、えー、福割プレミアム、まあ、これをですね え大きなスーパーパとか、まあ、こういいったたとこころで配布をさせていただきます、えーっとえー、この、えー、オミクロン対応のワクチンを接種完了された方、まあ、この方々にはですね、えー、副割プレミアム3000円で1000円割引小規模割プレミアム、まあ、1500円で500円割引、まあ、これをあの発行させていただきますしまたあのワクチン接種できない方についても小規模割のプレミアムは 翌日までの使用可能分を発行をさせていただきますまたあのスマホを持ってないのよねといったそういうような方々につきましてもえ接種の証明書等を見せていただけばですね、えー、そのご家族とか友人のスマートフォンに、えー、クーポンの取得が可能になる家族で複くわりこれもさせていただくと、まあ、いうことにしているところでございます。で期間といたしま といたしましては12月5日から12月18日と第2期が1月16日から1月29日ということで窓口を設置している期間のあと1週間後まで使えるということでございますので簡単に言うと12月5日の日にです、ね、この福割プレミアムを発行してもらった人は12月25日まで長く使えるということですし12月18日に取った人も12月25日までは使えると。 まあこういうようなシステムになっているところでございます。ぜひともあのワクチン接種の方を積極的にお願いしたいと思います。え合、ー、わせまして評価指標の見,見直しについて申し上げます。まあ以前からですね皆様方から現行に合っていないということでございます。ちょうど第8波もですね今のところ、えー、BA5 の系統まあオミクロン株ということでございます。まあそういうことで、えー、大体傾向としては大きくは変わっておりませんので。 そういういことで第7波の経験を踏まえまして、また国の方のですね最近の考え方を踏まえまして、させてていただこうと思っております警報の水準を今まで20%程度の病床使用率といたしておりましたが、それに対して30、30%程度でもなんとか医療逼迫を招かないでですね進められるというような状況でございましたので、30%程度で警報にするというふうにさせていただきます。 それから注意報のレベルのところの,です、ね、この最近1週間の新規感染者数についてですがこれは参考程度ということで基本はもう医療逼迫特に重症病床のコントロールが非常に重要だというふうに分かってきておりますのでそういうところを見ながら参考程度にこの数値を使うということで注意報は2500人警報レベルは7500人1週間ですねこういうことを見ていこうと。 それから今まで特別警報緊急事態と分けておりましたが、まあ、あの今緊急事態というような考え方がですね以前のまあそういったものとはちょっと国の方も変わってきておりますので、まあ、警戒レベルを上げるということで県としては特別警報というものをまあ置こうということで、まあ、あのこれまでえ緊急事態と位置されていたような病床使用率50%重症病床50%、まあ、こういったことに、えー を念頭においてですね、まあ特別警報というような水準を設けたいと思っております。だいたいこの時の水準は一週間あたり一万二千五百人程度、まあこれが経験的な数値というところでございます。まあ参考ということです。ということで、まあ国の方の分類とのですね、えー、関係で申し上げますと、まあレベル一、レベル二、レベル三とこうありますが、まあレベル三のところが特別警報となって、国は対策強化宣言ということを言っております。 まあ、対策強化宣言に入る少し前にです、ね、特別警報は出て、まあえー、一定程度対策を強化しながら様子を見て、まあ、国の方の言っている対策強化宣言それからまあ80%の入院率という時には医療非常事態宣言、まあ、こういったことにも行く可能性はあるということではございます。 が、まあ、大きく言ってですね、まあ、県としてはですね今、そうしの経済をできるだけ止めないようにやっていこう、まあ、そのためにもですね皆様方にはまずはワクチンの接種それからお話はマスクそれから換気こういったですね基本的な感染防止対策を取っていただきたいと考えているところでございます私からは以上でございます。